E-10 は第二次世界大戦中ドイツで計画された軽駆逐戦車。特徴的な走行装置を持つ E-100、E-75、E-50、E-25、e e、の一連の戦車と同じく戦車の各種構成品を共通化して生産性を高め、また重量ごとに戦車の標準化を行おうという E 計画の一環として計画された。 一的には、ヘッザーの光景であるが、それ以前に計画されたものであり、本来ヘッザーの名は、本社に与えられるはずのものであった。走行モデルが、クレックナー・フンドルト・ドイツ社のマギルス工場で、設計された。また、JM ・ボイト社では、流体動力学を用いた、駆動装置を開発、これをアルタと呼ばれる試作型に搭載する予定であった。 対戦末期の段階でこの試作型は製造中だった。駆逐戦車 38D の開発を優先し、本社の開発は計画途中で中止され、完成車両は存在しない。本社の基本的な外形は箱である。ドイツ軍のケースメイト方式の戦闘室及び機関室に見られる、車体周部がなく、車体天井と辛い地で構成されるフェンダーが、走行装置の上部に張り出している。 本社の天井は平滑で、戦闘室と機関室を隔てる段差はない。機関室上面中央部、車体上面中央付近に、エンジン部品のクリアランスを取るための箱型の小さな張り出しが見られる。戦闘室上面には、頬に面する隅を除く三隅に、ハッチが設けられている。他、上面には、望遠照準鏡が装備され、照準機のミサオ法に伴い活動する。 走行用お及びレールが設けられていた。設計図によれば、本社の車体正面走行は、ヤークトパンターやヘッザーと同様に良好な左軽止を持ち、前方へ鋭角に伸ばされた2枚の走行板で構成されている。車体前面上部は 60mm の走行板、車体前面下部は 30mm の走行板とされた。正面から見て、車体正面全部左側に、 装甲板を通して操縦主要ペリスコープが設けられた。このペリスコープは装甲カバーで防護された。車体側面は2 0ト、mm、ルの装甲板をほぼ垂直に近い角度で立てた構成であり、左軽視が考慮されていない。車体後面も2枚の2 0トル装甲板を組み合わせているが角度は垂直に近く、左軽視に優れてはいない。 主砲には四十八口径七十五ミリメートル対戦車砲を採用する予定であった。砲塔はなく、主砲は車体右寄りにオフセット搭載された。これはヘッツァーと同様の砲搭載位置である。現存する設計図によれば砲々立て及びザウコップはヘッツァーに類似する。走行装置は車体前方に誘導輪、後方に軌道輪が配され、四組の大型天輪と、 喧嘩装置及び理体から構成される。したがって、本社は後輪駆動である。また走行装置にはユニークな特徴が見られる。天輪を喧嘩する装置が、車軸を中心として回転し、喧嘩されている天輪が円弧を描いて上下する。これにより、本社は、車高 1760mm を 1400mm まで下げることができた。 本社の地上間撃は4 0 0、mm、トルであり、停止性状態においてもなお4 0ト、mm、ルの地面との間撃を残した。喧嘩装置の上下の作動には、機関室最後型に位置するシリンダーを作動させた。この伸縮移動がバーによって伝達され、バーと連結された喧嘩装置を同時に動かした。J.M. ボイト社の設計した駆動装置では、機関室には、 エンジンと変速機がすべて収められた。アクセス性に配慮された設計であり、点検、分解などの整備の際には、機関室上面をすべて取り外し、装置全体を取り出すことができた。変速機は流体式である。流体クラッチに充填する流体の量を制御することで、無段階に変速が可能だった。エンジンは400馬力のマイバッハ1 l 1 0 0 夫ガソリンエンジンが予定され、大体には350馬力の空冷式、アルグスエンジンが選定された。バルター・ J ・シュピール・ベルガー、ケ駆ク・チク高橋・ケーシワケ、第2本会が1996年。ありがとうございます。